話やなのか、ワンシャの本性。話やなのか、ワンシャの本性。話やなのか、ワン。いや、君か。翻訳席のおかげだ。今度はちゃんとわかるぞ。少しはたくましくなったようじゃな。どうじゃ、イバラートの旅は。レゲゾーさえ出てこなければすごく面白いけど。そんなに嫌うことはないじゃろう。放棄で追い払うだけでは何も変わらんよ。でも他にどうすれば。そうじゃな、めげぞうに心を開いてごらん。ダメだよ、そんなことをしたら僕まで一緒にめげてしまう。めげぞうはな、自分の心を映す鏡のようなものなのじゃ。本当の自分とでも言うべき姿が見えてしまう。あれが本当の僕？さあ、急ぐのじゃ。ラピュタの羽化が近づいておる。